ホール類は、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン。18世紀のカッシーニ地図に描かれた、ホール類1686年、ルイ14世は、ボーバンに、当時ライン川の中洲にあった島で、バーデン辺境白領と対峙する場所に、要塞の建設を命じた。中心部は、村の北にあり、カレ要塞と呼ばれ、二つの共闘保であるザストリデ川。 バーデントリデ側とつながっていた。第一次大仏大同盟戦争中の1793年、エミグレ軍の助け、特に、コレーズ出身者で占められた、別名、ギロチン大隊とも呼ばれた、義勇兵隊と共に、オーストリア軍は、ホール類の要塞と恐るべき防衛設備を包囲した。十一月十四日、エミグレ軍指揮官コンデコーの前で、要塞は陥落し、共和政府側の捕虜は、 ルーマニアのテメシュバールへ送られた。18世紀中に繰り返し包囲されたカレー要塞は1818 18年に解体された。要塞跡は1890年にコミューンが買収している。国民公会が置かれた1795年までの村の名称はフォールボーであった。参照元 INSEE。ありがとうございます。